どうも、マンチョウジャ翼です。ですね、日本郵政の部長のメガトン級の給料について語ります。ただいまね、リアルな共鳴最初集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからおたどりくださいませ。では行きます。基本給が54万2千円。時間外手当が13万円。役職手当が14万円。通勤手当が1万円で、月収が82万2千円ですね。賞与が年間2回で338万9000円。年収が1277万7000円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。